もう麺が見えませんよ。どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、ということでね、本日も激辛武者修行をやっていきましょうということでございます。この企画はですね、私激辛ジョニーがさまざまな激辛料理を食べて激辛レベルをアップしていこうという企画でございます。ということで本日も東京芝にあります激辛ストリートにやってまいりました。今までさまざまなね、激辛料理食べてきたんですけれども、今日が過去一やばい激辛料理などではないでしょうか。本日はですね、老舗蕎麦屋さんが出す激辛うどんと、蕎麦屋のうどんですよね。本日のお店がこちらです。どう、芝園さらしなということでね、さまざまなメニューがありますけれども、こちらね、うどん、けんちんうどんとかミニそば、盛りそばとかカツ丼とかね、ありました。こちらザ・芝からということで、辛さ段階が分かれておりまして、激辛カレー南蛮、激辛味噌煮込みうどん、爆辛マグマ煮込みうどんと、今回はこの一番辛い爆辛マグマ煮込みうどんに挑戦させていただきたいかなと思います。いやーね、これね、相当やばいです。テレビでも紹介されたことのあるような、メニューですので、楽しみです。それでは早速行きましょう。レッツゴー。芝園さらしなへ一歩足を踏み入れれば、70年に及ぶ歴史が息づく風情豊かな蕎麦店が広がります。懐かしい雰囲気とともに、格別な蕎麦と極上のお酒が心地よく出迎えてくれるこの場所。蕎麦、うどん、カレー、丼物などの多彩なメニューが並び、おかずが選べるそば定食やカレーライスセットが心をつかみます。そしてこのお店ならではの挑戦が花開く瞬間がやってきます。今回はその名物中の名物、爆辛マグマ味噌煮込みうどんへの挑戦。真っ赤なビジュアルが魅了するこの一品は、濃厚な旨味に11種類ものスパイスが絡みつき、唐辛子の宴が広がります。様々な辛さが絶妙に調和し、野菜の贅沢さも感じる一杯。辛さと旨味の見事な融合が冒険を呼び起こし、芝園さらしなの魅力を最高潮に高める瞬間です。はい、というわけでこちらに来ました、爆辛マグマ煮込みうどんでございます。見てください、これ、おーすごいね、もう麺が見えませんよ。計11種類の唐辛子調味料が使われているということで、これもね、言うまでもなく激辛でございます。はい、それでは食べましょう。いただきます。さあ、バックからマグマ煮込みうどん、お手並み拝見ですということで、ね、じゃあね、まずスープからいきましょう。いただきます。はい、しみますね。じゃあ続いて麺いきましょう。チリソースがうどんに合わないだろうと思うんですけど、酸味が効いててこれ合うんですよね。これ辛いけど、もうこのうどんのどこを食べても、どこをすくっても激辛です。すごい迫力。卵がふわふわ癒してくれるはず。地獄だ。
やばいね、汗が止まんない。ですね。さすがに全然そんなに。辛いんですけど、箸が止まるようで進まないような進む。根菜類が豊富ですから、人参、大根、キャベツ、ごぼうとかね。体に優しいようで優しくないような優しい。これチリソースがいい味出しますね。よし、じゃあスープ全部この中入れよう。これで終わりだ。最後これをね、ガバで飲み直していきたいと思います。このスープね、めちゃくちゃ辛いから、11種類も唐辛子入ってるから、これ飲み干したら皆さん褒めてください。いきますよ。お見事です。おめでとうございます。さすがです。ナンバーワンです。ごちそうさまでした。はい、ということで芝生のさらしなさんのバクからマグマ煮込みうどん食べ終わったんですけども、11種類のものを唐辛子を使ってましたから、辛かったね。チリソースがいい味出してた。まあそうですね、辛さレベルは8といったところでしょうか。修行として芝からストリート加盟店26店舗を制覇するという企画でやってきましたが、この芝園さらしなさんでラストになります。理由はですね、調査をした結果、激辛メニューを置いてない店や閉店臨時休業してしまったお店があって、もう終わりです。もう終わりですので、これでまだ全然行ってませんから、予定より早く終わっちゃったから、この武者修行延長します。いいですか？延長です。なのにカンニョニャハンニャ韓国料理がチョキだからー。